イエーイ、はい、お邪魔します。イエーイ、今日はですね、はい、究極のテトリスの癒しゲーであるテトリスエフェクトというゲームをですねやっていきたいと思います。はい、そう、このゲーム福ちゃん知ってる？いやー、知らないね知らないか。毎回私ね、うんうん、知ってるに対して、うん、知ってるよって言えるものね、うん、ほんと少ないなって思うそうね、でもまあテトリスはね、もう福ちゃんもよく知ってるゲームだと思うんだけど、うん、割とこのゲームに関しては、はい、福ちゃんが好きなモードがたくさん入ってるんじゃないかなって思います。おー、はい、はい、で、これがどんなゲームかっていうと、すっごい綺麗な映像とすっごい綺麗な音楽が流れてくるすっごい素敵なゲームです。へー素敵な要素しかないわね。あ、伝わったみたいでよかったですじゃあ早速やっていこうかなと思うんだけれども、はい、良いかな？良いよ。それでは参りましょう。安らぎの旅へ。みんなが求める、みんな大好き安らぎね。安らぎ欲しいよね。欲しいよね。癒し、日々愛の旅人だもんね。そうなの、愛の旅人なんです。日々癒しを求めて愛の提供じゃないのかっていうね。そうだね求める方だった。求める方でしたね。うん、でこのゲーム、一度私はクリアしたことがあるんですけれども、うんうんうん、いろんなステージがありまして、うん、で、プラクティス、そうだな、くつろぎながら、うん、まあ、難易度高いやつもあるんだけど、うんうん、とりあえず、ちょっとゆったりとやりましょうかね。はい、ノーマルで、あれかな、ステージを選べるので、この中で文字見えるかな、うん、あー、見える見える見える。うん、で一応私全クリしてるので、なんかの気になるステージがあったら。ーあ、ザ・ディープかな。ザ・ディープから、お、じゃあ一番最初のステージですね。うん、そちら一番最初なんですね。そうなんです。参りましょう。はい、ここから始まる。わかる？うわ、すごー、音楽が流れてると思うんですよ。うんうんうん、あー、なんかすごい、あの水族館のめっちゃいい感じの場所を見つけた気になる、はい、水族館ってこんな感じ。このコーナー好きだなみたいな。うん、確かに確かに、あるよね。あるよね。わー、綺麗。そう、どんどん消していくと、うんうん、わかるかな、お魚さんが盛り上がってってるね。そう、どんどん泳いできたりとか、うん、すっすっ、あー、すごい、ただマンタへーすごいね。どんどん広がっていきます。ボーカル入ってきたよ。そう、ボーカルも入ってきちゃう。楽しんでるうちにどんどんゲームが進んでいく。見るとさ、なんか全ての命の根幹みたいな感覚に陥るのは何だろう。何だろうね。
なんだろう、睡眠的なあれかな。そうかもしれないね。言うと、うん、ステージが切り替わったかな。なんか、あれかい、ちょっと、なんかちょっと、古代に遡ってるかい。確かになんかヒエログリフ的なものが、そうですね、出始めたね。そうですね、怪しいお兄さんたちがいっぱいいるだね。お願いしますね。こうなんかね、音楽に合わせて落としたりとかも、こっちで調整ができるんですよ。例えばだけど、なんかリズムに合わせて落とすと、それはそれで綺麗だったりするから、確かに。ちょっと演出力問われるね。そうそうそう。本当、私はこれを見てるだけだから、うん、やだ、綺麗ってなってるけど、これやってると忙しくない？気づきましたか。ちょっと気づいちゃったんだよね。目足りないよね。大丈夫、あの、私割と声の得意だから大丈夫よ。そうなんだ。うん、ありがとう、優しいな。そうだね、ちょこちょこお気にしてるのはバレてると思うんだけど。あの、全然ね、あの、見てないよ。あ、見てなかった、よかった、今日見てないよ、生さんいた。見てないよ、生さんはね、常にいるから大丈夫。常に待機してるのか。常に待機、助かる。あら、これまた雰囲気が変わるね。ねえ、これ綺麗だよね。ねえ、かっこいいわ。福ちゃん好きそう。私好きだね。だよね。思った思った。こういうね、ちょっと和テイストの、そうね、演出というかね、ちょっとこう、がっつり和風っていうか、ややこうオリエンタルな、東洋の神秘に寄ってる感じがするね。そうだね、確かに確かに。かっこいい。ねえ、かっこいい。普通に見ちゃうよね。見てるね。普通に見ちゃうね。うん、うっかりさ、あれだもん、私もさ、目を奪われてしまいそうな感覚になるもん。あ、間違えたな。まあいいや。あー、間違えたな。ちょっと待ってね。繰り返す。ワンパッケージ、そうだね、今のはね、そんな感じになってます、ということで、すごい、はい、せっかくなんでね、龍はね、ちょっとまだクリアしてない、ごめん、英語読めなかった、エキスパートだね、エキスパートだね、エキスパートか、緊張感あふれるらしいよ、はい、癒しは、で、せっかくだからちょっとチャレンジしてみようかなっていう、これでどこまでいけるかはあれなので、一回ちょっと見てみよう、ちなみに、鬼畜なところもあるから、ちょっと先にそれやってみようか。あ、了解です。このゲームですね、かなり鬼畜ゲームです。あ、癒しは
かなりあのステージによってはね、ステージによっては鬼畜というか、うんね、モードによっては、はい、あの超鬼畜でして、あ、なんか待ってね、自然のね、厳しさ的な部分がね、見えるね。そうなんですよ、ね、そうなんですよ、ね、そんなこっちであれかな、多分スピードレベル調整できる、あ、調整できる、15、多分これが普通かな、してやってみますね、はい、これが普通のテトリスの多分速さかな、はいはいはい、これはね割とこんな感じ、うん、あ、今見えたことがあるよ、うん、この速さとは、うんうん、ね、この速さぐらいならね多分、うん、もうちょっと速くてもあれかもしれないけど、うんうんうん、ステージ進んでいくごとにもうちょっと速くなるかもしれないけど、ね、こうで、あ、これはね、この辺はね、慣れたものなんでね、慣れたものって言って今置きミスしたのはちょっと内緒なんだけど、見てないよ。あ、よかった、今日も元気だね、見てないよ、見てないよ元気に見てる、ありがとう、助かる、その妖精ほんと助かる、毎日いてほしいまあ見てないだけでね、何も解決はしてくれないんだけどね、うん、いや、見てないって大事よ世の中の、あ、見ちゃったってこといっぱいあるけど、うん、もう見なかったことにするのって、うん、なかなか難しいから、あ、確かにね、人間ってね、喋りたくなる生き物なんですよ、そう、こんなこと喋りたくなる生き物だからもうね、見なかったらよかったって思うこと多分ね、みんないっぱいあると思うよそうね、なんかいっぱいあると思うよ、知らなきゃよかったことってね、うん、そうそうそう、あるのよね、大人はね、あるわよねあるわよね、そういうものなのよ、大人語ったところで、うん、これぐらいでいいかな、はい、今としてはこのものだと思います、はい、そうですね、速さ的にはまあこんな感じかなと思うんですよ、はい、どれだっけ、最高速のこれか、うん、なんですけど、ですね、レベル1からやっても十分速いんですけど、うん、ちょっと試しにやってみましょうか、このゲーム鬼畜ゲー、はい、の部分があります、はい、いきます、はい、ちょっとよくわかんないね、もうね、正直に、うんだよ、そうだね、うん、あ、今なんで消えたみたいな、そんな感じです、になりますね、わはい、こんな感じでね、恋モードでも遊べます、はい、2、いやすごい、ちょっと何が起きたのかよくわかんないもんね、はい、そうだよねめっちゃ崇められてる、ケチャ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 